成23年3月11日、東日本大震災発生。東北地方を未曾有の災害が襲いました。中でも福島県は地震と原発事故の二重の災害に見舞われました。甚大な被害を受けた福島県では今、福島から始めようをスローガンに復興への道を力強く歩んでいます。震災をきっかけに福島県と滋賀県との絆も深まりました。県政週刊プラスワン、今週も先週に引き続き頑張る福島へのエールを込めて、秋の気配が漂う福島の魅力を紹介していきます。福島県は地形的に太平洋岸の浜通り地域、阿武隈川沿いの中通り地域、会津盆地を中心とした会津地域の3つのエリアに分かれています。今回の福島復興応援ツアーでは、震災や原発事故の影響が少ない会津と中通り地域を中心に訪ねています。まずは前回の旅のおさらいから。福島県の南の玄関口である白川から西へ、奇妙な岩が立ち並ぶ塔のへつりや整然とかやぶきの家が続く大内宿など、南会津の観光スポットを巡って、会津地方の中心都市会津若松市へ。幕末の戊辰戦争の舞台となった鶴ヶ城と城下を巡りました。会津若松は滋賀県ともゆかりが深く、日野出身の武将蒲生氏郷が城主につき、会津漆器や日本酒醸造などの産業振興に力を注ぎ、会津の町の基礎を築いています。では今回の旅の出発です。前回の旅の舞台、会津若松のすぐ北隣の町の喜多方市から。市内を歩くと多くの蔵に出会います。喜多方市は蔵の町です。約4100棟もの蔵があるそうです。そして蔵にもいろんな種類があります。荒壁、白壁、黒漆喰、レンガ造りなどなど、蔵の種類は様々です。それにその用途も酒蔵、味噌蔵、漆器蔵、店蔵、座敷蔵など多岐にわたっています。喜多方に蔵が多い理由はいろいろあるそうなんですけれども、大きく分けて3つです。まず1つ目は酒や味噌、醤油などの醸造業が盛んであったこと。そして2つ目が明治時代に大火事があった時にたくさんの蔵が残って、その耐久性が実証されたこと。最後の3つ目は男の夢です。蔵を40代で建てられないのは男の恥と言われていて、蔵を建てることは喜多方の男たちにとって夢であり誇りだったそうです。蔵の町喜多方の風景は、醸造業を育んだ会津地方の風土と男たちの情熱によって生まれたものだったのです。喜多方で多いものといえば蔵の他に、そう、ラーメンです。喜多方ラーメンは日本三大ラーメンの一つです。喜多方に来たからには喜多方ラーメンを食べないわけにはいきません。お待ちどおさまでした。こちら、お中華様でございます。はい、うわー、めっちゃ美味しそうです。すごい美味しそうなんですけども、喜多方ラーメンの特徴というか、どういったラーメンなんですか？はい、喜多方ラーメンの麺が特徴なんですね、はい、平打ちの高水麺ということで、太麺になっております。はい、スープというのは、はい、うちは豚骨で取ってますけれども、はい、お店によって出汁の取り方は違いますね。そうなんですね、はい、一番の特徴はこの麺の、そうですね、形なんですね、はいはい、それでは早速喜多方ラーメンいただきます。この麺が特徴ということなんですけど、この麺が結構コシがありますね。でもこうチュルチュルっと喉越しが良くて、どんどん入っていきます。あ、スープも、うん、豚骨だしということなんですけど、こうあっさりした中にコクがあって、すごい美味しいです。うん、シンプルだけどすっごい味わい深い味で美味しいです。ところで、秋の喜多方観光で忘れてはならないのがこのイチョウです。国指定の重要文化財、長床と大イチョウ。樹齢およそ800年、
根回りおよそ8メートル、高さおよそ30メートルの巨大な御神木で、市の天然記念物にも指定されています。11月中旬、イチョウの葉がひらひらと風に舞い、境内一面を黄金色に染め上げる風景は必見です。ライトアップもあるそうですよ。絆は人と人との立つことのできないつながりです。震災をきっかけに滋賀県と福島県の間に様々な絆が生まれ深まっています。震災で大きな被害を受けた福島県には、現在も滋賀県職員が県内各地で様々な支援活動に当たっています。壊れた、津波で壊れた海岸の、復旧工事をしています。そうですね、やっぱり琵琶湖と違ってですね、海っていうのがなんか表情がコロコロ変わりますし、波が高い日もありますし、なかなか大変な現場だなと、勉強しながらやらさせてもらってます。少しでも力になれるように頑張っていきたいと思ってます。続いては高原をドライブ。バンダイ吾妻レイクラインは、バンダイ山の噴火によってできた湖や沼などを眺めながら走る快適ドライブコースです。まずは代表的なスポットから。この沼はビシャモン沼といって、標高780メートルにあります。太陽など日によって色が変わるらしいんですけど、今日は翡翠色に見えてます。綺麗ですね。続いては絶景ポイント。ここからは裏磐梯を代表する3つの湖を見ることができます。一番奥にあるのが裏磐梯最大の湖桧原湖、そして手前にあるのが小野川湖、そしてこちらにあるのが秋元湖です。どの湖も釣りやカヌーを楽しめて、冬にはワカサギ釣りが楽しめるそうです。秋は山から始まります。これからの季節、ぜひ立ち寄ってみたいのが紅葉の名所、中津川渓谷です。うわー、すごい絶景ですよ。この中津川渓谷はまだ今は紅葉していないんですけど、見頃は10月の中旬から11月の上旬だそうです。ここは渓谷と紅葉のコントラストがすごく美しくて、カメラマンに人気の撮影スポットだそうです。最盛期の頃に見に行きたいですよね。うわー、綺麗。福島県には磐梯山をはじめとする活火山があります。火山があれば温泉がある。福島県は県内に200カ所以上の温泉があるという温泉天国です。ということで、今日のお宿はこちら、安達太良高原の岳温泉です。この岳温泉は高原の新鮮な空気とお水が美味しいということから、日本温泉協会のアンケートで自然環境日本一に選ばれたそうです。夕食もお風呂も楽しみです。行ってきます。岳温泉はおよそ1200年前、征夷大将軍の坂の上の田村麻呂が統制の途中に開いたとされる古い温泉で、あの水戸黄門も訪れたと伝えられる歴史的な名湯です。あー、いいお湯です。こちらのお湯は全国的にも珍しい三清泉なんだそうです。そしてこの源泉は標高1500メートルから約8キロを40分かけてこちらに引いてきているそうなんですが、そのためにこのお湯がまろやかになるそうなんです。お湯の温度も熱すぎずぬるすぎずで、すごくちょうどいい、気持ちいいです。疲労回復などの効能があって、医者いらずのお湯と言われているそうです。そして私は美肌を期待しています。綺麗になれ。さあ、いよいよお待ちかねの夕食の時間です。料理長さん、すごく見た目も華やかで美味しそうな料理が並んでますね。ありがとうございます。この中でこう福島ならではといいますか、そういったお料理ってありますか？はい、特にこちら全体もそうなんですけれども、福島を召し上がっていただきたいというメニューになっております。はい、特にこちら福島県内で主にめでたい時に食されておりますザクザク汁という、ザクザク汁、変わった名前ですね。宝物がザクザクというような、小判とかが、そういったものから来ている汁ではないかと思われます。主に福島で採れる根菜を主として、そこに
会津の方で馬刺し、馬が有名なもんですから、はい、馬の味を出しながらザクザク汁をオリジナルに作っております。うん、すごく優しい味がします。うわー、すごい、箸でこうパッてすくっただけでいろんな種類のね、具が入ってますね。よく染みてます。すっごく美味しい。さあ、では次、こちらの美味しそうなお肉、これはどういったものですか？こちらがですね、この地区二本松で飼育されております工房牛という牛でございます。うん、すっごく柔らかいです。脂身がすごく、なんと言いますか、マイルドというか、しつこくないですね、全然。これは美味しいです。震災で大きな被害を受けた福島県には、現在も滋賀県職員が県内各地でさまざまな支援活動に当たっています。津波で被災した農地の方を復旧するという事業を市町がここでは進められています。で、私たち県から来ているものは、その設計とか工事、市町がされているその設計工事の作業の指導の方をさせてもらっています。被害のエリアが大変甚大であるということで、なかなかその被害の実態を全ての区域について把握するというのが時間がかかる作業で大変になっています。本来であれば、ここはその 今の時期であれば、黄色く実った稲穂がこうザーッとこう広がる農地の地帯ですのに、今まあこういう状況で大変違和感を感じるというか、早くそういう風景が見たいなと思います。福島県といえば知る人ぞ知るフルーツ王国です。春はさくらんぼ、夏から秋にかけては桃、ぶどう、梨、秋から冬はりんごと、美味しい果物が次々と実ります。梨畑にやってきました。すっごい広いですよ。そしてもういっぱい梨がなってます。私、梨畑に来るの初めてなんです。すっごくたくさんの梨がなってますね。はい、福島っていうのは梨の産地なんですか？もう梨だけじゃなくて、いろんなもうさくらんぼから桃梨、りんご、ぶどうって全部何でもあります。何でもあるってすごいですよね。そうですね。それはこの福島のこう気候とか土地柄っていうのはやっぱ関係あるんですか？関係ありますね。で、ここは盆地なんで、夏はものすごく温度高くなりますし、冬は冬でちゃんと雪が降って、木自体が休まる休眠期っていうのがあるんで、はい、ちゃんとそのものに対応できるっていうような土地柄ですね。と6月にさくらんぼが取れて、さくらんぼが、はい、で6月、末ぐらいからどんどん出始めはするんですけど、はい、7月の頭ですね。7月の頭から桃、もう1ヶ月も、さくらんぼから1ヶ月もしないうちに、もうすぐ違う果物が、休みがなくどんどん出てくるんで、はい、桃が取れ出して、次に、はい、9月の上旬になると、桃とぶどうとリンゴ、これがかぶって3つですか？と梨ですか？4つ、一番タイミングが合うと4つが出る。4つ、はい、全国的にもなかなかないですよね、そんな土地っていうのは。ほとんど福島市、この土地柄だけだと思って販売してますね。すごいですね。そうですね、フルーツ王国ですね、まさに。そうですね、はい、今が旬の梨、美味しさも紹介しなければということで、採れたてを試食。わ、思ったより簡単に採れました。丸ごと1個をその場で剥いてもらいました。うん、甘い、そしてみずみずしい、美味しい。こんな美味しい梨初めてですよ。うわー、贅沢。
今が旬は梨だけではありません。ぶどうも美味しい季節です。よいしょ、もうそのまま取って食べちゃっていいんですか？あ、簡単に取れました。じゃあいただきます。うん、すっごいやっぱ甘いですね。そうですね、もう身がはちきれんばかりに口に飛び込んできましたよ。おいしい。さて、福島の旅もそろそろ終盤。最後は再びドライブ。福島市の西、吾妻の山並みを縫って走る磐梯吾妻スカイラインです。眼下に福島盆地を一望する山岳ドライブコース、見どころもいっぱいです。見てください、大きな橋がかかってますよ。ここは磐梯吾妻スカイラインの景勝地、吾妻八景の一つ、つば黒谷です。かつてこの辺りに岩ツバメが飛び交っていたことから名付けられたそうです。それにしても吸い込まれちゃいそうですよ。すごい景色です。続いてのビューポイントは天狗の庭です。この庭で天狗が舞い遊んだという故事にちなんだ名所です。しかし今日はあいにくのお天気で向こうは見えないんですけど、でもどこかで天狗が遊んでそうな、そんな雰囲気がしています。雲の中をさらに進むと、先ほどとは景色が一変。ゴツゴツとした岩山に、火山地帯に入ったようです。嬉しいことに雲を抜けて晴れました。ここは吾妻古富士です。このもう少し上に行くと、およそ6000年前に形成されたという火山の火口が見られるということなので、行ってみます。でも割と整備されててすごく歩きやすいですね。標高が1700メートルちょいということで、結構もう気温が寒いです。長袖でちょうどいいくらいですよ。この上に上がった景色はまだ見えないんですけど、この後ろを振り返ってみると、すっごく広大な景色が広がっています。そしてですね、向こうのあたりよく見ると、こうもくもくと煙が上がってるんですよ。こう活動している火山なんだなっていうのが分かりますよ。お、あ、来た。うわー、すごい。すごい景色です。これが火口ですよね。自然ってすごいですね。考えられないぐらいの、言葉に詰まるぐらいの、すっごい。宿場町、城下町、蔵のある町、高原、湖、温泉、フルーツ。今回の福島から始めよう応援ツアーでは、福島県のいろんな魅力に触れることができました。福島がもっと元気になるように、福島県と滋賀県の絆がもっと深まるように、皆さんもこの秋ぜひ福島に出かけてみてください。福島の秋はこれからが本番です。秋は福島へ行こう。